それでは早速最初のコーナーに参りましょう。これを見て地元の情報通になろう、地元のコーナーをお送りしていきます。まずは前半地域の話題2本ご紹介していきます。それでは早速ご覧いただきましょう。 VTR どうぞ。高鍋町の高鍋湿原では初夏に入り珍しい植物やトンボなどを観察することができます。高鍋湿原は東部と西部に分かれたおよそ 3.3 ヘクタールの湿地の中に440種類以上の植物が自生しているほか、50種類ほどのトンボが生息しているということです。今の時期ちょうど八丁トンボが出てきておりまして、オスが真っ赤な色をしていて、でもメスがですね、オレンジ色の縞模様をしているんですけれども、ちっちゃくてですね、1円玉ぐらいの大きさで、見つけるのちょっと大変なんですけど、絶滅危惧種にも指定されていますので、またそちらもですね、この機会に見ていただけたらなと思います。他にも水辺ではモウセンゴケという小さな食虫植物を見ることができます。モウセンゴケは朝露のようにも見える葉っぱの先端部分から粘液を出して小さな虫を捕まえ溶かして食べるのが特徴で、6月、末頃まで観察できるということです。今月下旬ぐらいにはカキランという植物が咲きますので、それこそ果物のカキのような色をした植物なんですけれども、こちらも見どころになっておりますので、絶滅危惧種の植物であったりトンボであったりというのはたくさんいますので、年に1回だけではなく、何回かに分けて来ていただけるとまた違った様相を楽しむことができるかなと思います。高鍋湿原は10月31日日曜日まで毎日朝9時から夕方5時まで開園しています。八丁トンボは9月上旬頃まで見ることができるということです。宮崎ブーゲンビリア空港3階のエアポートギャラリーでは、国富町在住の画家立山周平さんの喜寿を記念した個展が開かれています。会場には立山さんの代表作である桜をモチーフにした日本画や、高さ 2.1 メートル幅7メートルほどの巨大な壁画など23点が展示されています。小学生の頃のスケッチ大会ですね。今思えばその時に賞をもらったことやな。それは最近これの展覧会で思い出したんやけど、77にして一から出直し。立山さんは2017年からの3年間宮崎国際音楽祭のメインビジュアルを担当するなど、これまで国内外で活躍をしてきました。こちらは絵と音楽のコラボレーションに立山さんが初めて挑戦した作品。ドイツの作曲家ブラームスの曲から浮かんだイメージを立山さんの好きな桜で表現したそうです。見直しているのが展覧会かもしれない、自分をね。もし今度機会があれば群像がいっぱいだと思う。人物をね、真剣にやりたいなと思ったのはもう半年くらい前や。これ見た人がどう感じてくれるか、そっちの方が僕らが大事な方です。何を感じてほしいなんておこがましいことを言うよ。この展示会は5月30日日曜日まで開かれています。作品を通して立山さんの40年にわたる活動の軌跡を楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、今回は地域の話題2本ご紹介いたしました。はい、まず1本目、初夏の高鍋湿原というとこでしたけれども、はい、やっぱ高鍋湿原といえば久美子さんじゃないですか。いや、どういうことですか。いや、確かに行ったことあります。で、八丁トンボ、1円玉ぐらいの大きさっておっしゃってたじゃないですか。そんなちっちゃいんですか。小さいんですよ。で、最初はなかなか見つけることできないんですけど、目が慣れてくると、あ、ここっていう風に、ね、見えてくるのでね。トンボの目になってるじゃないですか。細かいのが見える。50種類もトンボが、ね、生息しているってすごいですね。で、通常はですね、10人以上の団体向けに、ボランティアによるガイドを行っているんですけれども、現在は新型コロナウイルス感染拡大のため受付を停止中とのことです。最新の情報は高鍋町の社会教育課までお問い合わせください。はい、続いてご紹介したのが立山周平さんの喜寿を記念した
古典ということですけれども見事な作品がすごいなんかこう迫力があって、あとオリジナリティがすごいですね。そうですよね。ご本人のインタビューの中でもおっしゃってましたが、77歳、ここまた1からでね、なんかそのパワーがすごいなと思いましたね。ご紹介しましたブラームスの絵なんですけれども、宮崎国際音楽祭で共演しましたバイオリニストの徳永継夫さん、この方音楽監督も、務めてらっしゃるんですけれども、この曲をイメージに絵を描いてくれないかというふうに依頼をされて挑戦した作品なんだそうです。じゃあもう芸術家同士の。そうですよね、まさにこの宮崎国際音楽祭がご縁で生まれた作品ということです。またね、そうしたこう想像の幅も広げてらっしゃるということですよね。すごいな。こちらの作品展は5月30日まで開催されています。以上、ちもつー前半お送りしました。